フなんとか。あ、じゃあこれで一旦クッパ去ってくれる？あ、ちょっと去ってくれないと邪魔だわ今とてつもなく邪魔だわ今。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで目覚めをギガベル、次50個やけん、あと10個やね。あと10個はいいんだけども、灯台が解放されてないところは、ん？この周辺はもう結構解放されとんかな。そこのウサギも大丈夫よね大丈夫っぽいね。あれが解放されてないっぽいんやけど、あ、ここにはどうやって行ったらいいんだ。なんかウサギめっちゃ逃げていきようやけど君のことは私全く相手にしていないのだけども。え、待って、どうやって行けばいいんだ、ここ。めっちゃ光り輝いてんな超光り輝いてんな。てかね、いっぱい途切れるとどこが何なんだか、うい、戻ってきたどこが何なんだか全く把握できなくなるけんさ、この辺は行ったところか。ん？結構この周辺はもう行っとるよね。ちょ待って、マップマップ、これ何？え、真ん中のこれ何？なんか一応左右にクッパのとこかな。え、何これ、猫、猫子？なんかチェックマークついたんやけど、これ何？流氷の猫社員、ゴーゴーチクタクプレシー。ああ、クリアしとるやつやね。猫子って読むんかな。あ、これ全体が猫子ってこと？そういう名前の湖なんこれ。マジで？でかくね？めちゃくちゃでかくね？土管タワー。ん？土管タワーなんかクリアしてないのあるっぽいね。ちくわっかと、これ何、どういうこと？やっつけるフューリーシャドウがもう一段階あるってことかな。ちなみに今、こう。それはいいんですけど、このさ、移動中にマップが出てないけんさ、いまいち、どこなんだか全くわからんねよね。え多分何かしら、旗を立てれると思うんやけど、こっち行けるか。この辺もさ、なんかえ？行けんかった。この辺もなんか土地が広がってからさ、取れるやつがあったはずなんやけど、ないな。ほう。これ向こう側に行くのとかはあれか。こう通って行けばいいか。潜る。いや別にもう潜らんでもいいと思うけどもうね、別にスピードを競ってないけんね。これ横とかはなんもない。うい横ばっかり見よったら。はい、抜けてきた。あ、こっから上上がれる。あ、こっから上に上がれて、でそこに灯台があるな。この上には、あ、これ破壊してもらわんといかんってことかな。破壊するとこめちゃくちゃいっぱいあるけどね、なんか超絶いっぱいあるけど、ここもあるし。で、ここの何があれなんやろ。とりあえず間違えた。私がよいしょ、なんか押したっぽい。青コインを全て集めろ。なるほど、これか。じゃあもう一回早く消えてやり直したいので、はい、いきます。ゴー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 。どこ行ったんだ。あ戻ってきて。ちょ待って、あ間違えた。ちょ全くもって無理なんすけど。ん？なんかすでにめちゃくちゃクッパ出てきてんな超絶クッパ出てきてんな。とりあえずね、はい、
ここはクリアしておきまして、まだあった。お、どうや。これはいけるのでは。は、どうや。怖い。あ、めっちゃ長くね。待って。あ、ダメだ。あ、ここまで来ての。何、何段階あるのこれ。もうあれでラストとかやない？違うかな。お、ほら、そろそろ。ちょ、あの壁のところ。あの壁のところに行って、ちょ、破壊してもらう。どこだ？あれか。え、あれよね。うん、これだ、これ。へい、破壊してくれい。ここは地下。待って、どこ私。え、この辺。ひー。え、こんな、なんかジャンプ台みたいなんできたんやけど。痛い。え、ここ。ここあれ？なんか地球の端っこ的な。はい、この辺。あれどこ行った？この炎を吐いていただいて。あ、ほら破壊されとる。あ、そういう感じ。え、でさ、なんかどっかこの辺に、え、何今の。あ、猫社員あんなとこにあるんやけど。怖い。ね、猫社員あんなとこにあるんやけど、あれはなんだ、大体行くのに。あ、今か、もしかして行けるの。ひえ、加速したはいいんだけど。うい、あ、待って。いや、無理。はい、下ろして。まあ、下手に加速せん方が、いや、いけねえわ。いや、壁を登って、おっしゃー、いける。ええー、怖ー。あ、待って、無理。はぁ、くえ。無理。助けて。無理。いやー、燃やし尽くされる。はい。猫。よし。あ、ここ。危ない。ほら来た。水門の猫社員。あ、ゲット。なんとか。もう結構減っとるね。もう半分以下じゃない？ふう、やっと帰っていってくれたよ。なんとかやっと帰っていってくれたよ。なんか今、空中で、お、鳥たちが一斉に戻ってきた。どうも。え、しかし、猫がいるけど大丈夫？んーで、あの青コイン取れる気が全くしないんだが。全くしないんだが。いや、しかし、行くしか。よいしょ、オッケー。なんか出てきたんですけど、もう一回戻ればいいんかな。あ、やった、出た。ふう、よかった。で、これどこから出ればいいんですかね。こっか。あー、ちょっと待って、戻って。まあ、もう別にスピードはいいんだけどもさ。よし。はー、青コインを全て集めろ。よし、オッケー。これでここの灯台が解放された。よし。ふう、いや、思ったよりって思ったけど、やっぱりあれか、一周したんか。やだな。なんか1段階ぐらいやったらあれないけどさ、何段階も何段階もあったらさ、ちょっとめげてくるよね。はい、これはあれか、めちゃくちゃ長く続いとる。ね。
めちゃくちゃ長く続く上にたどり着けないっていうよくあるやつ。あ、でもこれはいけたー、やったね、ツルツルチクタクプレッシー。これ名前的にあれじゃない、あの猫子とかいうやつのやつじゃないおそらく。え、もうすでになんかクッパの出てくるスピード上がった。やめてよね。あそこまだ解放されてないのあるよ。あと7個やね。てかあそこもともと目指しよったとこじゃないね、あそこもともと目指しよったとこよね。どういうことやね。あそこにはどうやって通り着くのかしら。てかここにおったらさ、ずっと安全じゃねまあでもずっと安全かもしれんけど、クッパにダメージは与えれんけどねあの猫社員を集めればならないので、この辺や、これか、上がるやつ上がるやつ。ほら絶対あれ、クッパのスピード上がってきたって。でこれかちょっと間抜けな声になったけど、いい、これこれこれ。島はどこ？ん？あ、ここかな？あ、これ鍵のやつ。違う。いつも降りるの間違えるんよね。カゴの鍵を探せ。シュー。ん？なんだ？クッパジュニアがやっつけてくれたのか？ちょ、あの、たどり着けねえんですが。あれ？そっち？え、待って待って待って、あそこはどうやってたどり着くんだい。じゃあ待って、いけないんだけど、こっちか。あれ、こっちはここなのか。わからねえ。ちょっと一旦避難させて。無理。これでもう向かうわ。やられた。だってこれでさ、いける？いやー、え、待って、ないんですけど、鍵がないんですけど。あそこに戻っている。これはちょ、あの一旦さ、うわ、ちげえ思った場所とちげえ。ちょっと待って、一旦、はい、痛い。あー、猫社員イエーイ熱戦で発掘、猫社員イエーイ。ふう、なんとか。あ、じゃあこれで一旦クッパ去ってくれる。あー、ちょっと去ってくれないと邪魔だわ今とてつもなく邪魔だわ今。よし、これでとりあえず去ってもらって、でまたプロペラのやつだろ。待って、鍵、あれ、ここのキノコも、キノコっていうかボイーンってなるやつなくなったんやけど、え、あれもクッパの影響だったのか。じゃあゲットできねえじゃねえかゲットできねえじゃねえか、クソー、なんてこったい。よし、じゃあちょっと鍵をね。あ、この辺も全部そうなんやねプロペラなのね。でそこでさ、よっ、はい、あー、これでプロペラがなくなるんよね。ふー、きついきつい。プレッシーさ、ここで待機しとってくれんかな。あそこにおるんや。無理無理です。なんだ、どうやって行けばいいんだこれは。そっちは地面はないよね。どう行けばよろしいかしら。
え、だってさ、ここでさ、はい、ると鍵を落とすんよね。パレッジのギガベル。あ、これはただのギガベルか。ギガベルじゃなくて、そこのやつはこれか。あ、ひょー、ここ来たことないとこじゃない。猫マンマウン、猫マンマウンテン倒せ、猫ドンケツプリンス。カニには猫耳生えてないんやな。ね、そこ多分、あ、でもそこ多分そうなんやけど、やけどあれじゃね、あの下私行けんとこじゃね。これじゃ無理なんやっけ。これじゃ無理なんですっけ。これで、はい、お願いします。そろそろね、アイテムがちょっと少なくなってきたけん回収しておかねば。この辺もちょっと範囲が広がってくれんと。へえ、あぶねえ。ういめっちゃもたもたしてしまったけど、これはどう行けばいいんかな。あっちに行って、うん、分からんけど、まあ行くしかないか。行こう行こう。あれ、待って、そんなところに、はい、チップがあってよ、チップが、かけらかけら、怖い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 。はい、ここなんか隙間あるね。ここ入っていける感じ。でもコイン、コイン、コインしかないのか。コインだけっぽいね。あ、ここも、もうコインだけっぽいね。あ、あんなところにかけらが、むずくね。へっ、はっ、これ間あれやろ。私壁キック苦手なんだ。せっかくかけらさっき集めたけどさ、まあ1個だけ、ちょっと今回は見送りということで、まああとこの島にまだあと4つあるっぽいけん、それを回収しに行こう。え、戻ってきたんですけど、やめてよ。あ、いや、こっからもう一回行けるのか。あ、よかった。なんかこの下にさ、今この下になんかあったよね、パイプが。なぜあんなところにあったんだ。非常怖いんですけど。超絶怖いんですけど。で、これはどこに行くんだ。うわー、現れたよ。これ超危険なやつ。あー、くっ、怖い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 。こっちに渡るんか。なるほど。なんか色、怖い怖い怖い。いろんなところを見んといかんけどさ。お、これ落ちるやつ。ひゅー、きたー。え、怖い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 。待って、あー、危なかった。あ、そっか、猫ドンケツプリンスがどうたらこうたらみたいな言おったね。こんなんしよる場合じゃなくねって感じやけど。あ、なるほど、このやつか。えい。これを繰り返せばいいですね。なるほど、これは何回でも続けてできるけんいいね。てか、ここはあれや、あれ、さっきなんか何撮った、見てなかった。ここはあのクッパの攻撃の影響を受けないからいい感じ。ちょ、待って、はい、あ、ファイヤーでやったらめっちゃ楽なやつやね。ゲイゲイ。なるほど、あっこにくっついただけになっとったんかな。ウィー、なるほど、そこまでいったらもう踏みつけんといかんだよね。来た、いいよ。あー、くそ、もう一回入ってき、おい、
すぐそこからあともう一回ぐらいか。今はね、ちょっとクッパの恐怖に怯える必要がないので、ほら、めちゃくちゃ近くを炎が、お、来たよ来たよ、イエーイ、倒せ猫凍結プリンス、よっ、あれ拾えねえ、ふう、あ、これでここが解放ね。なんかすごい鬼ヶ島みたいな、あ、なんかあそこの一番上のとこもさ、あの猫の耳の横らへんにもあれ猫社員あるよね。ただどうやって行くんかわからんけど、とりあえずあの山を登ればいいんかな。ふ、なんとか帰ってってくれたあ、この山は普通に、あ、普通に登っていける感じかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。